はい、お疲れお疲れ。お疲れです。じゃあ、今年、2024年の4月までの売り上げ会議するね。はい。まずね、ここ、1月。はい。調子良かった。1兆5000万ぐらい。1兆5000万。から、2月にかけて、ちょっと上がったの。1兆6000万ぐらい。はい。で、ここで3月行くまでに、やっぱね、この波に飲まれてね、ちょっと落ちちゃったね。1兆4000万、はい、でもここで落ちたからこの3月頑張ってくれた分これガーンと上がったの。2兆、2兆まで上がったの。はい。タミ、うち何の商品を紹介してる？防災用のお水です。防災用のお水だよね。はい。みんなの頑張りで2兆まで売り上げあったの。はい。で、4月タミ入社してくれたよね。はい。ターミの入社で、この4月の時点でターミが新入社員として入社してくれたのと同時に、ロミヒが営業部長に上がって営業から足が退いたの。はい。いろいろ教えてもらったっしょ。はい。4月入社してから、はい、でそこから一人ターミ営業行くようになったよね。はい。4月、何件営業行った？80件ぐらいあります。80件だよね。ロミヒ何件ぐらい行ってた一月で？まあ、だいたい400件ぐらいは一月で回ってますね。400件。はい。だいたい5倍ぐらいだよね。もうちょっと連動上げようか。はい。5倍ぐらいいけるから。で、しかも80件回った結果、はい、何件契約取れました？決まりかけてるやつが1件と、はい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 、本決まりのやつが1件なんで、まあ大体2件ぐらい、はい、2件。ロミヒは、まあ入社1ヶ月どんぐらい取れてたっけ？私は1件もこぼしてないです。だよね。いや、その時からすごかったのは知ってる。で、やっぱりちょっとね、まあ分かってないっていうのは分かるけど、ちょっと残念なのがさ、グラフ下がってんじゃん。で、突き抜けてんの、こっからこう。まあ、ターミーだけのせいじゃないよ。ターミーだけのせいじゃないけど、マイナス人気いっちゃってさ、いくらぐらいマイナスになったと思う？大体。いくらぐらいですか？大体。ロミヒ知ってるよね。10万とかですか？はい。もう、言っちゃっていいよ。あ、私が、うん、あ、もう損失は2兆です。2兆だよね。はい。2兆、2兆、もうここよりここ行っちゃってんの。突き抜けすぎで、まあこれはターミーだけが悪いわけじゃないんだけど、ターミーの言った営業先ね、いろいろクレームとか来ててさ、うん、だから、もっと頑張ってほしいかな。せっかくあの会社から給料もらってるわけじゃん。はい。で、まあ、こっからどうする？頑張ります。うん、頑張る。クレーム絶対ならないように。頑張ります。はいはい。じゃあ、こっからの、ちょっと時間あげるからさ、はい、次5月じゃん。はい。5月へ向けての、はい、あの、プランニング、自分の中でまとめて、ちょっと時間あげるから書いてください。はい。じゃあ、ロミヒちょっと。はい、あの、成績上げるためのプランニングってことですよね。まあまあ、そういうことだね。自分がどう頑張っていくかっていう。はい。実際のところ、担当。いやー、ちょっと厳しいですね。どういった感じで厳しい？一応、お客さんからは全部聞いたりしてるんだけど、はい、ちょっとお客さんのところに入れてないというか、うん、はい、もう、話がこう噛み合ってないというか、とかいろいろなんかお客さんとこでぼかしちゃったりして、ちょっとこの何だろう、向こうへの問題どういうのか、どういう指導したのかなっていうのを、いや申し訳ありません。はい、まあ、ね、ここから盛り出すために、はい、ロムヒルちょっと頑張ってほしい。わかりました。申し訳ありません。
とタミかけた。タミ。はい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 。じゃあ5月のプランニング聞かせてもらっていいかな。プランニングですか。ここからどうやって盛り上げていく。何のプランニングでしたっけ。いやこの2兆円の損害出して、ここからどうやってみんなと一緒に盛り上げていくかっていう計画、今時間あげたよね。ああそうっすよね。みんなと一緒にか。僕あれなんですよ、結構団体行動苦手で、みんなと一緒にもしかしたら個人プレーの方がいいかもしれないです。営業とか、あの、まあロビー先輩にいろいろこう指導アドバイスいただいてるのはありがたいですけど、僕のやり方となんか違うっていうか。違う。はい。どう違う。なんか違うんです。なんかこう、昔っぽいっていうかやり方が。今時はちょっと違うのかなって格好で僕思っちゃうんですよ、だからなんかそこでこう僕の葛藤があって、お客さんにこう僕の行きたいように行きたいんだけど、ロミヒさんに言われたことが頭にあって、なんかダサい営業になっちゃってるっていうか、なんかこう、いやダサい営業になってるのはなんか汗臭いっていうか土臭いっていうか、なんか違うんですよね。もうちょいデジタル、アナログとデジタルの挟まにいちゃって、中途半端でクレームになってると思うんですよ。で、僕がもっとデジタル風味にいけたら、僕の味出せちゃえば、ロビー様以上にいけるんじゃないかなっていうのは正直思います。それは自分の味を出したらいいわけじゃないの。ただ単にロミヒを言い訳にしてるようにしか聞こえないし、で、実際問題できてないから、今お客さんからクレームが来たりとか。そうっすね。で、団体行動が苦手って言ってるじゃん。会社っていうのは聞いてないじゃん。一体パワハラっすか。いや、パワハラじゃないよ。聞いてるだけじゃん。どっからどう聞いたらパワハラなの。僕一人でそんな2兆も損失出せるわけもないですし。わかりました。じゃあ、やめますよ。やめんの。僕やめる。もうなんかやめてくれっていうオーラ出てるんで、辞表を送ります。これ、辞表出しますんで、やめさせてもらいます。いいの？これもう受け取っちゃったら終わりだけど。だってね、そんなに損失も出した人間置いててもしょうがないじゃないですか。いや、実は。はい。当たっちゃったんすよ。何か。1億。もう、ここ宝くじで。はい。お金持ち。あれ ?1 億も絶対資産持ってないっすよね、お二人。こんな貧乏会社で。いや、いろいろあるんすよ、稼ぐ方法ってのは。まあ僕はこうたまたま宝くじっていう形で成功したんですけど、一つだけ言わせてもらうと、賭けに出た方がいいっす、お二人とも。賭けに。もっとこう、ちま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 やっても、一生社畜なんで。で、そんな感じで、お疲れ様でした。お疲れ様です。最後に、本当に、受け取っちゃっていいのね。ああ、もちろん。お疲れ様です。ありがとうございました。またお願いします。またどっかでお会いすれば。宝くじ買った方がいいっすよ。お疲れ様です。どうも。文字違いじゃん。わかんないっすね。はい、どうぞ。おはようございます。さっき辞めるって言って。え、辞める？そんなこと言ってませんよ。これこんなの、もうなんかあれだったんで、なんか当たってなかったっていうか、一文字違いだった。僕が一からちゃんと働かせてください。ぜひ、お願いします。ああ、いや、今度。一から働かせてください。ロミー先輩、よろしくお願いします。また一から営業を叩き込んでください。心入れ替えるのね。あ、もちろん。はい。はい、入れ替える。何でも、もう。分かった。はい。分かった。プランニング出しますんで。じゃあ、プランニング、はい、もういいけど、はい、まず、はい、会社全部掃除しようか。あ、そっから。掃除得意なんですよ。僕、いろいろ得意なものあるんで、じゃんじゃん言ってください。お願いします。綺麗にピカピカにしてね。はい、この辺のあれ使っていいのかな。掃除大好きっす。いや